ゲームウォッチ、ゼルダ、ゼルダは、ニンテンドが製造販売していた携帯型液晶ゲーム機、ゲームウォッチシリーズの一つ。1989年8月に日本国外で発売された。日本では未発売。ニンテンドが展開しているゲームソフト、ゼルダの伝説シリーズを題材とした機種で、シリーズ1作目、ゼルダの伝説、2作目、 リンクの冒険に続き発売された。シリーズ初となる携帯型ゲーム機向けの作品である。物語は、世界征服を目論む8体のドラゴンにさらわれた、ゼルダ姫を救うため主人公のリンクがダンジョンを冒険するという筋立てになっている。全2作は、世界観が共通しているが本作は、つながりが明示されておらず、2017年発売のシリーズ設定資料集。 ゼルダの伝説ハイラル百科ではシリーズの本筋と異なる派生作品として紹介されている。本体の種類は2画面が上下につながったマルチスクリーンシリーズでゲームの進行に応じて上下画面のいずれかを操作画面として用いる。なお、本作はマルチスクリーンシリーズの中で最後のタイトルとなった。1998年には欧米で販売されている。 キーホルダー型の携帯型ゲーム機、任天堂ミニクラシックスシリーズの一種として、本作を移植した機種が発売された。また、2002年発売の、欧米向けゲームボーイアドバンス用ソフト、ゲームウォッチギャラリー4の隠し要素として、本作の移植版が収録されている。このソフトは当初、日本でも、ゲームボーイギャラリー4のタイトルで、発売予定とされていたが、 結局発売に至らなかった。その後、Wii U 向けのバーチャルコンソールソフトとして2015年より各国でダウンロード販売開始、日本でも2016年3月16日に販売された。本作には8つのダンジョンがあり、それぞれ複数のフロアが網の目状に配置されている。各フロアのボス敵、ゴブリンを倒すことで次のフロアに進み、最大のフロアにいる。 ボス的、ドラゴンを倒せば、ダンジョンのクリアとなる。ゴブリン撃破後に示されるルートは2つに分岐していることがあり、選び方によって、ドラゴンのフロアに到達するまでのフロア数が変化する。リンクを操作する画面は、基本的に、下画面だが、ドラゴン戦の時のみ上画面で操作する。上画面には、所持アイテムやマップの情報も表示される。リンクの基本操作として、 本体十字ボタンによる左右方向の移動と攻撃ボタンによる右方向への攻撃を行う。また、リンクは敵からの攻撃を防ぐ盾を装備しており、通常時は前方を攻撃時は後方を防御する。敵を攻撃すると画面右下に表示されている敵のライフの数値が減少し、例になれば撃破となる。撃破後はスコアが加算されるほか、 攻術のアイテムが手に入ることがある。リンクのライフは初期状態では3つで最大5つまで増える。5つの状態では前方にビームを発射する遠距離攻撃を行うことができる。一方で敵の攻撃を受けてライフが尽きるとゲームオーバーとなる。この時に本体のコンティニューボタンを押すことで同じフロアからゲームを再開できるが、スコアは0にリセットされる。 最後のドラゴンを撃破してゼルダ姫を救出すればゲームクリアとなり続けて2周目が開始される2周目では敵の動きがわずかに速くなるスコアは1周目のものがそのまま持ち越される以下の名称や設定は説明書やゼルダの伝説ハイラル百科の記述によるありがとうございます